はい、こんにちは。コネクトファーム広報のたくまです。本日はレタッチ動画を公開していこうかなって思います。レタッチっつってもね、写真を編集してふんわりだったりかっこよくしたりとか、フィルム調だったりとかやるのがレタッチっていう編集ですね。それを公開していきます。一概にこれが正しいっていうのはないので、まああくまでも僕のやり方です。だから真似してみて、ここ俺だったらこうしたいなとかいうのがあるとは思うんですけど、可愛らしいふんわりした写真の作り方、参考程度にしてもらえればなって思うんで、やっていきましょう。はい、ということで今回使わせていただくのはこのアミちゃんの写真ですね。アミちゃんこれね、12月に撮ったんで、後ろのこのここら辺、このここら辺、あ、多分カーソルもでかくなってるからね、こういうさ、なんだろうね、クリスマスっぽいんですよ、とりあえず。で、ちょうどここのガラス張りになってて、その中にツリーの木みたいなのがバーって並んでたんですよね。で、その内側のガラスのところにこの白いもやみたいなのがスプレーとかで打ち付けられたんですよね、これバーって。それがいい感じに、前ボケじゃないんですよこれ、後ろなんです全部が 50mm で、シグマの 50mm かなの 1.4 F1.4 で撮って、こういう感じになってます。これ撮った時、おーすごいなって思ったんですけど、これをちょっとやっていくんですけど、ふんわりとねさせていこうかなって思います。じゃあ早速やっていきましょうか。いきましょう。で、あくまでもこれ僕のやり方なんですけど、でいろいろ僕もね YouTube とかでね見ながらやってたんですけど、とりあえず露光量とりあえずバーンって上げて、こんな白飛びバックオンですよね、させといて、でこっからとりあえずハイライトとかで下げていく感じですね。でもハイライトをこれグッと下げると、あーグッと下げてもいいかもしれないけど、なんとなくちょっと残しておこうかな。ハイライトなんか50ぐらい、とりあえず50ぐらいで持ってっといて、で白レベルで、俺思うんですよ、これ白レベルと黒レベルをがっつりいじりすぎると JPEG データみたいな感じになるんで、あんま好きじゃないんですけど、まあ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 、白レベルをこれだいたい40ぐらいですかね。あ、まあまあこんな感じ。まあでもまだね白飛びとかしてるんですけど、ちょっとそこら辺お仕事しといてそのまんまシャドウ、こっちら辺、ここら辺がちょっとねシャドウで暗くなってるんですけど、でも全然心もね別にいいと思うんですよ、このまま残しててもなんですけど、もうどうせだったらふんわりさせようっていうことで、ちょっと黒くして、あ、黒くじゃない、明るくして、で黒も黒レベル上げるとね、こうここ見てわかると思うんですけど、こんな感じになるんですよね。で若干パキらせたい時とか、コントラスト続けたい時はちょっと俺こっち側マイナスにするんですけど、まあまあまあ思い切ってもうふんわりさせましょう。だからこんな感じ、とりあえず。でこれだと結構なんか薄っぺらい、スカスカ、なんかあっさやなみたいな感じになるでしょこれをコントラストでギュッてやってあげると、まあまあまあコントラスト上がるからその通りに上がるわけですよ。でこうやって見た時に若干白すぎるなとかあったら、この肋骨をちょっとヒュイッと下げてあげたりして、まあここら辺が今いい感じ、全体的にちょっとここまでの一旦見てみる。これが何もしてない状態で、まあまあ全体的に明るくなってって感じかな、なったねって。でこっから辺からちょっといろいろいじってきますよと。でこれがねライト関係のやつがとりあえず今一発いきましたね。まあこんな感じです、うん、で多分めちゃくちゃもっと細かいことをやればね、時間かければできるんですけど、まあとりあえず今日はバーッとやっていきましょうってことで、で次にトーンカーブ、最近僕がハマってるのが、ハマってるというか結構ねフィルム調だったりとかも作って遊んでるんでやるんですけど、でこれ何をやってるかっていうと、一番ここの下、多分分かってる人がいると思うんですけど、ここがシャドウ部分、暗い部分ですね、暗い部分で、一番上がここね明るい部分、ハイライトの部分になるんですけど、この黒いところをちょっとねかすませてあげたいんですよ。だからこれでいう この髪のあたり見てて、この髪のあたり、この髪のあたり見せてもらえたら分かるんですけど、ほら分かる、これほらね、こんな感じこれをなんか俺は好きで入れてます。でこれなんで今ここ点線打ったかっていうと、これ一回消してみますか。これ消してこのまんまグッといくと、なんつうんだろうな、あんま分かんないんですよ。でしかもここまで上げないと正直なんかふわってならないでしょ。ここで置くことによって、ここと動きとここの動きで変えられるんですよ。まあ、若干上とかも変わるからあれなんですけど、でも基本的にちょいここら辺上げとくと、シャドウの部分って言って黒い部分がなんかちょっと焦ってるような感じになるんで、俺は結構好きでちょっと上げてます。ちょっとじゃないね、結構ゴリゴリに上げてるけど、まあ、今回は、
こんな感じで上げて、でここから僕の得意な、得意ではないけど、まあ好きな色合い調整に入りますね。ここからなんか雰囲気出そうよって、でなんか全体的にオレンジがかってるんで、ちょっと透明感じゃないけどなんか欲しいなって思うんで、とりあえず僕ら辺、僕はここら辺をね、こうやっていつもぐる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 回しながらやるんですよ。こうやってぐる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 ってね、これね、大体ね、ここら辺に、あのここら辺まで真ん中あたりを持ってきすぎると、ほら、わかります？これもう色がすんごいじゃないですか。もうパニックですよ。ワニワニパニック状態ですよね。はい、こんなね、ほらね、だからこのおすすめね、おすすめっていうかね、基本的にね、ここわかる？この黒点がちょっと一番端にいるぐらいが俺結構やるかな。でここら辺で動かすとわかります？この若干こっちに僕今いじってるのがシャドウ部分になってるんですけど、これなの最近見てるから、はい、これね、シャドウ部分のこの髪とかが結構わかりやすいですかね。ここら辺の色合いをちょっとね変えていきましょうって形で、どこがいいかなってやりながら、僕はいつも直感でやって、だいたい基本的に青か緑かオレンジあたりに行くんですよ。あ、でごめんなさい、いきなりいじっちゃった。で次ハイライト、ハイライトの部分が、まあ大まかに言うとここですね。こんぐらい結構ガリガリに変わります。これもちょっといじってこうかなって感じで、これをね緑系、ちょっとグリーンのここら辺、これ多分出てるね、これほらここ、 H S、 あ、まあこんな感じで、何が変わったかって、これわかる？このすごいよく見ないとわかんないかもしれないんですけど、ここら辺の色味見ててください。ここら辺がちょっと茶色からちょっと青っぽく、なんか寒色に変わったかなって感じですね。でここ次、これね、何が変わったのって言われると、もうあの全体的な雰囲気ですよ多分こっち側、ここら辺見てて、ここら辺を全体的にファーッと見ててくださいってやると、わかるかなこれ、ほら若干ね、あの茶色みが消えてるでしょ。そうそう、こういうのを作りたいわけ。はい、ってことで、はい、こっから今これバーッと今全体的な雰囲気の色合いだったりとか明るさだったりとかをやってきたんですけど、次このモデルさんの女の子の肌質だったりとか質感をちょっといじるのに、あのしっかりやるってなるとマスクかけてとかなるんですけど、全体的に見ちゃうとこれでいけるっす。テクスチャーをギュインと下げてあげて、だいたい25ぐらい、30ぐらいまで出ちゃう、行き過ぎか。これねやるとね、あのなんか良くないみたいなね、なんかなるかもしれんけど、しちゃうわな。はい、ちょっとマイナス25ぐらいにしときます。ほらほら、これで、わかります？この、肌が、あ、気持ちよくなったでしょ、これ。ここから見てくださいね。あ、間違えた。ほら、ふんわりしたのがわかるかなぁ。このね、この感じ。ちょっと見てて。はい、ここを、じゃあ、まず一回ね、ゼロに変えましょう。ほら、こっから。え、変わった今。変わってる？みんなから見えてると変わってるのかな。多分変わってるんでしょう。もう一回ゼロに戻す。はい、今これゼロです。はい、ここから、よいしょ。ほら、ね。ちょっとなんかぼやっとしてましたね。はい。ぼやっとしたんで。はい、これで基本的に俺なんかは肌の感じとかをちょっといじっちゃってます。で、ここから、明瞭度。明瞭度っていうのが、あの、細かい、なんつうんだろう、こういう、今やったから分かるとは思うんですけど、極端に上げると、細かい、こういう、シワだったりとか、なんだろう、細かいところ、髪一本一本の線だったりとか、そういうのが結構ギュインってなる感じなんですよねこれをで、明瞭度あんま下げるのあんま良くないっていうんで、あんまやらないんですけど、まあでもこれもいらないかな。多少気持ち1、2、マイナス1、2ぐらい下げてきます。で、俺のやり方ですよ。こっからこの今見てもらって、若干ふんわりしすぎてんなって言ったり、なんか若干ここら辺のなんつうんだろう、ぼやっとしすぎてるなっていうのを修正するのに、最終的に僕ね、ここのね、霞除去で、あの、やっちゃうんですよ。これ前プラス5ぐらいまで持ってくと、5じゃないな、
5でいいか。はい、5ぐらいまで持ってくる。こんな感じですね。いいんじゃない？どうよ。はい、こんな感じで。で、もっとさらに、なんかなんかぼやぼやってしてるなっていうので、最終的に僕ね、シャープ度をね、70ぐらいまでぶち上げます。はい。ってなると、ほら、きめ細やかになったでしょ、多少は。はい。こんな感じです。で、こうやって見ていくと、なんかちょっとオレンジみ強いなって。肌の、あ、やばいやばいやばい、間違えちゃう、間違えちゃう、すんごい間違えた。はい。肌のね、このオレンジの部分。肌がちょっとオレンジすぎなんじゃないっていうので、このカラーミキサーちゃんです。はい、カラーミキサーちゃんのこのオレンジ奥ですね、オレンジのこの真ん中のサイドを気持ちいいマイナスに持っていってあげる。ほらってやってあげるとマイナス9ぐらいが調子いいんじゃない。そこはもう自分たちの写真を見ながらもう調整していってくださいってな感じで、これでこんな感じでアイライナーライトの部分、まあ6個、まあ、基本的に全体的に全部上げてますね。で、ポイントカーブ、まあ、シャドウ、基本的に僕はシャドウをグッと上げるのがメインかな。で、ここら辺に関しては、まあ、色かぶりだったりするんで、まあ、青入れれば青くなるし、オレンジやればオレンジっぽくなって、あ、これも可愛いかも。まあ、なんかね、個人的に僕、寒色系が好きなんで、なんかオレンジ寄りというよりも、なんか若干オレンジ入ってるけど、なんだろう、ブルー寄りというかそういう色が結構好きなので、ここら辺の色合いが好きかな。で、基本的に作ってる時はあります。でもオレンジどうしても暖色っていうとやっぱふんわりしてるっていうイメージもあるんで、そういうのではオレンジとかね、ちょっと強めにしてあげて、例えばこうやってちょっとオレンジ入れてあげたりするとよりなんか暖色で暖かい感じにはなるのかな。うん、なんですけど、ああこれいいね。このオレンジいいかもしれない、いいかもしれないけど、俺は、はい、こっちの青い方が好きです。はい、なんでこっちにします。でよ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 で、最終確認なんですけど、まあ間違えた、また間違えた。はい、これね、どうだろう、なんかもうちょいいけそうな気がしない、なんかもうちょい攻めれそうな気がする。あとはもう本当に自分のこういう写真にしたいっていう、多分頭の中でそれぞれみんなあると思うんですけど、こういう感じがいいなとかね、あるとは思うんですけど、そういうのによりいろいろいじって近づけるのが一番理想ですよね。これね、こうやって喋りながらこれたちやるの初めてだから、なんかもう大丈夫かな。これいらないよね、ちょっと強くしとく。いやでも俺いらないと思うんだよな。でもさっきなんかね、黒どちらこ、黒レベルどちらこうじゃなとか、イジェイズジェイベグみたいになるからみたいに言ってたけど、ね、いやでもいいよ、やっぱほらやっぱ黒プラスぐらいがいいよ、これプラス10ぐらいがいいってね。あ、こんな感じどう。とりあえずここで、この現状で、はい、これが何もやってない状態。はい、ここからだー、はい、こんな感じどうでしょう。基本的に俺写真撮るときもそうなんですけど、モデルさんの服装をパッと見て、あーこういう感じの雰囲気で撮ろうっていうのもあるんで、その時点でレタッチこういう感じがいいかなとか、まああとはモデルさんと話しながら話して、モデルさんがこういう雰囲気の写真が撮りたいですとか言ってもらえれば、それに近づけるように撮って、あとでね、レタッチでなんか日程出たりとかはするときはあるんですけど、基本的に特になんもないですっていうね、やっぱ初めてポートレート撮りますっていう人に関しては、服装を見て、あとは女の子のこういうなんだろう表情とか、まあ初めましての子たちがほとんどですけど、まあいろいろ話していくうちにね、分かっていくと思うんで、そういう被写体のこの合わせてレタッチだったりとかをすごいやってってます。はい、ってことで、はい、今回これふんわりとさせていけたんじゃないかな、これどうだろうな感じです。ってことで、女の子のふんわりした写真をレタッチでやろうってなった際の僕のレタッチ、たくまのレタッチのやり方でした。で、今日は
ふんわりさせましたね。で、次回は男の子行こうかなって思ってます。で、かっこいい感じの男の子の写真をよりかっこいい感じでやっていきましょうってことってごめんなさいね、会社の人がちょっとガシャガシャやってるんですけど、はいすいません。はい、そんな感じで次回はちょっと男の子やっていきますってことで、今回は可愛い女の子をよりふんわりさせるレタッチのやり方でした。今日は終わりにします。ありがとうございました。Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time.